とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、コメントいただきました。ありがとうございます。以前の動画で、これ、スピンブレードの使い方が、いまいちわからないっていうことを言ってたら、コメントで教えてもらいました。このスピンブレード、使い方は、防御です。これ、攻撃じゃなくって、防御に、使っていくといいらしいんだよね。このスピンブレード、敵の遠距離攻撃を消すことができるらしい。なので、それで立ち回っていく感じなのかな。まあ、とりあえず今日は、こいつともう一体ぐらいね、遠距離で攻撃してくるやつを倒してみましょう。こいつのビーム結構鬱陶しいからね。あれを、これで、打ち消すことができれば、まあ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 、強いんじゃないですか？消せる？ちょっと待って。ああ消してる消してる消してる、うん、消すには消すけども、なるほど、こういう使い方？なるほどね。いや、まあまあ、そもそもね、このスピンブレードの使い方が、難しいんだよな。危ない危ない危ない。確かに消す。すっげえ消す。すっごい消すけども、もうちょっとこう自分の周りをさ、ここ、ああ、無理、難しい。自分の周りをぐるぐる回ってくれればいいんだけどね。お、これ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 。あ、ダメだ、ダメだ。難しい。ちょっと待って。消す。全然消せるんだ。消せるんだけども、やっぱ扱いは難しいな。扱い難しい。ああ！消す！これは難しいって。使うのが。本気で難しい。でも、まあまあ、確かに、敵の遠距離攻撃は消すことができるみたいだね。じゃあ次のボスもちょっと倒してみよう。次、邪悪なレイス行ってみましょう。こいつはね、遠距離攻撃すっごいしてくるんで、それをちょっと消しながらやっていきましょうか。お、減るな。減らすね。これを、おお、おお、まあ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 。消せますわな。でもこう、ちゃんとしっかりね、回ってた方が、減らしやすいけどなぁ。いや、弱すぎるわ。弱すぎる。HP が低すぎる。まあ、確かに消せたね。それでは最後はちょっとこいつ、無理だとは思うけどね。無理だとは思うけども、一応試してみましょう。うん。このチビじゃなくて、次に出てきた、心臓の方、エンダーの心臓の、あのレーザーを、消すことができるか。いや、無理やろ。無理だとは思うよ。全然無理だとは思うんだけども、うん、これは消せる。そういうビームは消せるんだ。レーザーが消せるかどうか。そこが気になるところです。どうだ？あ、ちょっと待って待って待って。ちょっと、レーザー撃って、レーザーを。よしよしよし。あ、レーザーは消せないね。あ、レーザーは無理。レーザーは無理。まあまあ、それは分かってたわ。さすがに、あれは消せないっしょ。うん、こういう炎も消せないです。炎、レーザーは消すことができない。うん。消せるのは遠距離で撃ってくる弾だけか。なるほどね。はい。ということで今日はコメントありがとうございました。これだね。スピンブレード。これは攻撃に使うんじゃなくって敵の弾を消すのに使う、防御的な役割があるアーティファクト。だね。ただ使うのは難しいです。難しい。まあ場所によってはすごく役に立つところがあるのかもしれないけども、
まあそれでも俺はあまり必要性は感じないかな。バリア張るだけで十分だと思うんだけど、まあどうでしょうね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。